ロバート・ボッシュロバート・ボッシュはドイツの発明家、世界的な自動車部品メーカー、ロバート・ボッシュの創立者。名前のロバートは英語表記で、ドイツ語の発音ではロベルトまたはロベアトと表記する方がより正確であるが、日本においては英語表記のロバートが一般的である。ボッシュは1861年9月23日に12人兄弟の11番目として、 ドイツ南部ウルム郊外のアルベックで広大な農場と旅館を経営する裕福な家に生まれた。フリーメイソンでもあった父親のセルバティウス・ボッシュは当時としては階級の割に高い教育を受けており、自らもロバートを含む子供たちを熱心に教育した。IG ファルベニインドストリーの創立者の一人でノーベル科学賞受賞者のカール・ボッシュはロバートのおいの長男にあたる。 1869年にボッシュはウルムにある中等技術学校に入学し、1876年に卒業した。まもなく精密機械の見習い校として就職し、その後母国ドイツ、アメリカ、イギリスの様々な会社で働いた。1886年11月15日にシュトゥットガルトにボッシュの前身となる成功機械と電気工学の作業所開き、 その翌年に磁気点火装置の画期的な改良をし最初の成功を収めた。この装置はエンジン内での空気と燃料の混合機体を点火するための電気発火を作り出すことを目的とした。1897年に最初の磁気点火装置を自動車のエンジンに搭載した。第一次世界大戦の戦闘機などにもボッシュの点火装置が取り付けられている。ボッシュは 母国ドイツのナチス政権下において平和を進めようとしたが必ず、会社は間もなく武装化契約を結んで強制労働者を受け入れた。彼はそれでもドイツ人でありながらアドルフ・ヒトラーに抵抗しユダヤ人の援助に協力した。親しい仲間と多くのユダヤ系の人々を追放から救った。ボッシュは農業も熱心に営み、東方のミュンヘンに移住して、 その南にある広大な土地を所有していた。また同時に狩猟を好んだ。1942年に5歳とその4人の子供に見取られて息を引き取った。ありがとうございます。